杉山農場でーす。麦のね、畑にね、麦巻く畑、連作の畑にね、堆肥巻いてまーす。今、親父に堆肥積んでもらってまーす。杉山農場。今日は8月の27日でーす。いやー、毎日さ、暑いよね。もうちょっとさ、出かけて人に会ったらさ、知り合いに会ったら、まずみんなさ、挨拶の前にさ、一言目にもういきなり、暑いよねだよね。マジで。もう他にセリフないのかっていうくらいみんな口癖みたいに、暑いよねになってるよね。いやー、去年の春さ、エアコン、寝室にもエアコンつけといてマジでよかった。もう夜がさ、めっちゃくちゃ蒸し暑いよね。もうエアコンないとマジで寝れないよね。マジ死んじゃう。マジでエアコン生命一層地だよ。本当にエアコンないと死んじゃう。マジで生命一層地やばいね。もうマジで地球がぶっ壊れてるよ。俺もうね、生きてる間にね、人類滅亡すると思ってるよ、マジで。ああ、地球温暖化だね。多分ね、もう10年もしたらね、営農を続けられるかどうか選択が迫られるような気候になるんじゃないかな。マジでそう思ってるよ。マジでやばいね。っていうかさ、ガソリン高いよね。マジでマジでガソリン高いよね。この間さ、エスキモもさ、満タンガソリン入れたらさ、もうついにさ、レギュラーだよ。レギュラーだけど8000円超えたもんね。ついにびっくりしたね。もう廃屋入れてる人とかだったらさ、またやばいよね。廃屋も200円いくんじゃない？もうどこまで上がるんだろう、ガソリン。マジやばいね。本当にマジガソリン高い。いやー、もうマジガソリン高いからさ、本当に気軽に遠出できないよね。本当、いやー、ちょっとラーメン食べたいからビフォロ行ってこようとかならないね、マジで。やばいね、本当にやばいぜ。いや、親父がね、もう堆肥積んでくれるからね、トラクター乗り降りしなくていいんでね、助かりますね。あと何年やってくれるかな。一回乗れなくなったらマジで困るね。湿度がさ高いからさ、送風機回して金時乾燥させてるんだけどさ、なかなか、ね、乾かないよね。だから、なかなか、ね、いい音にならない。カラカラしてこない。まだ出せないな。明日出せるかな、月曜日。明日持っていこうかなと思うけど、明日になったらいいかな。堆肥巻きも、CH ナビを使ってまーす。こんな感じだね。畑の、端っこから端っこまでの長さをアプリで測って、それを、堆肥を巻く予定台数で割ってやって、作業幅で入力してやってまーす。これ今ね、4m70cmで堆肥巻いてます。さ、作業機のさこれ幅をさ入力したりとかさ、これね、作業機の幅を入力したりするのに、あ、さっき4m60 だ、 4m70 じゃない、 4m60 だね。作業機の入力するのよくコメントで質問くれるんですよ。ロータリーが、何メーター何十だから、どうやって入力したらいいですかとか、で、ロータリーが何メーター、2メーター40の場合は、どのようにしたらいいですかとかって、そうやって、質問くれるんだけど、自分で実際にそうやってね、2メーター40で入力してみたらいいじゃないですか。で、作業してみたら、わかるから、2メーター40だと、ああ、全然重ならないのか、とかってわかるじゃないですか、やってみたら。そうやってね、やってみてください、マジで。
でね、この間もね、芋掘りするのにポルトハーベスターで、どうやって入力したらいいんだとかって聞かれたんですけど、機械がオフセットだからとか、オフセットじゃないとか、そしたら作業機はどのように設定したらいいとか、あんまり、ね、そういうことね、深く考えなくてもいいと思いますね。トラクターの走るとこだけ考えて、今だったら2尺4寸だったら72センチで作業幅入力すれば、トラクター走ったところが塗りつぶしになるんですけど、実際に掘るとことは違うんですけど、それで、72センチずつね、ずれていくんで、それで大丈夫ですよ。そうやってやってみてください。で、自分で実際やったらわかるんで、まあ、うちの場合はね、芋がないんで、詳しいことはわかんないんですけど、掘るとこと同じところ塗りつぶさないと嫌だっていう人だと、ちょっとあれなんですけど、単純にね、作業機がオフセットだとか、オフセットじゃないとか、でも、うね幅が2着用するのはね、72センチじゃないですか。だから単純に72センチでずれていけばいいんだっていうんであれば、もう作業機のことは気にしなくていいんで、トラクターの走るとこだけでいいんであれば、作業幅を72センチで入れてやれば、ね、72センチずつラインが出るんで、それで大丈夫です。OK です。9月の末かな、来月になったら、ついに今年の iPhone15 がね、新しいの発売になるみたいですね。で、今回の15でついに iPhone もライトニングをやめて Type-C になるのは確実みたいですね。いろんなリーク情報が出てて、新しいカラーもね、プロにね、新しいカラーも追加されるみたいなんですけど、なんか、いろんなリーク情報では、レッド系も出るみたいなね、予想も出てたんですけど、まだわからないですね。レッド出ないかもしれない。レッド出たらいいですね。レッド出たらレッド買おう。楽しみだ。レッド出なかったらどうしよう。何色にしよう。あと、14で1テラが最高だったのが、今度、2テラまで出るかもしれないですね。2テラ、そんなに、すごいね。2テラ、そんなにはいらないかな。1テラでいいかな。15プロの1テラで、レッドが出ればレッド。レッドで。今まで、11プロは、あ、11じゃねえや。11はプロじゃなかった。ただの iPhone 11使った。で、13 Pro だ。13 Pro は512で使ったんですよね。でも512だともういっぱいいっぱいなんで、次は1テラにしようと思います。はい。1テラでも512の倍だからね、それ十分でしょ、多分。多分十分。でも、また次のやつ出るときは、それでも足りなくて今度2テラとかになるのかな。楽しみだ。OK ファームさん。OK ファームさんのね、動画の編集がすごい上手になりましたね。すごい面白いですね。編集見て。この間の麦刈りの編集も面白かったし、つい先日ね、アップされた動画も、オープニング画像もできて、すごい面白いです。リンク貼っとくんで見てください。OK ファームさんでーす。まあ、高校生 YouTuber、高校生の YouTuber の OK ファームさん、動画面白いでーす。